今からプチロを作ります。パラグアイの一般的な家庭料理です。まず用意するものはかぼちゃ、玉ねぎ、にんにく、じゃがいも、ピーマン、人参です。その他にもトマトを入れるとさらに美味しくなります。肉が柔らかくなるまで温めてください。今回は1時間近く温めております。ローソブッコでも代用できます。寒い日によく登場するスープです。美味しいのでぜひ一度作ってみてください。